ジョルジュ・オンスロー作曲、管楽五重奏曲、ヘ長調、作品81の第3です。
Thank you.
ただいまの演奏は、ウィーン管楽アンサンブルのメンバーによりますジョルジュ・オンスロー作曲管楽五重奏曲ヘ長調作品81の第3でした。それでは当日アンコールとして演奏されたアブロス・ティビツェンの運命の衝撃のモットーによる音楽の冗談というのをお聴きいただきましょう。
運命の衝撃のモットーによる音楽の冗談というタイトルのついたアブロス・ティビツェン作曲の曲でした。この作曲者のアブロス・ティビツェンという人のことについては全然見当がつかないんですけれども、多分、このメンバーの友達の作品ではないかと、そんなような気がします。よく管楽器奏者が、こういうアンサンブルでアンコールの曲として自分たちが何か楽しい曲をアレンジしたり、友達の作曲家に楽しい曲を依頼したりして、やんやんの喝采を浴びるなんて、そういうことはよくあるんですけれども、今の曲もなんとなくそんな気がいたします。